7月27日、川崎市の高津市民館で音の話とスピーカー作り教室と題したワークショップが行われました。川崎市地球温暖化防止活動推進センターが毎年夏休み中の小学生を対象に開催している子ども環境ワークショップの一つです。音響メーカーの担当者を講師に迎え、スピーカーから音が出る仕組みを学び、実際にスピーカー作りを行います。身近にスピーカー、音の鳴る製品っていうのはあると思うんですけども、こうどんな風にして音が出てるかっていうところも興味持ってもらえると、今後すごく役に立つことも多いかなと思うので、ぜひよければ参加していただけると嬉しいなと思っております。音が物を振動させることを目で見て確認したり、音が伝わる速さの違いを体験した後、用意された紙のシートと材料を使ってスピーカー作りに挑戦です。コーン型に丸めた型紙をコイルや磁石が入った台座の箱へ取り付けます。すると、が少し難しかったけど、いろいろ知れてよかった。好きな歌とか流してみたい。すごい楽しかったです。自分で説明書みたいなの見て作るところが、すごく楽しかった。